皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ドラコヤジです。今回はですね、うちの子供のチャリンコ、なんと子供がねチャリンコでなんか空を飛んで帰ってきたということでね、いや初め意味がわからなかった、ね、本当ねもう動揺してます。初めはね全く意味がわからなかったんですよ。まあ本人の話をよく聞いてみると、何かにぶつかって空を飛んだらしいんですよね。でまあ自転車を見てみると、まあフロントのこのフォークがあのこうぐんやり内側に曲がってるというか、確かにどっかぶつけたなっていうような感じだったんですよね。まあまあとりあえず、ブレーキの位置もねずれちゃって、まあフロントフォークも曲がっちゃって、まあどっちにしてももう調整じゃ効かないと。ちなみにこの、リムの方も曲がって、リムというかね、まあ、ホイールが曲がっておりましてね、まあ、スポークで調整できるとは思うんですけどもね、まあうちには1匹、クリーム色のこのドナーがいるんでね、じゃあこれと入れ替えちゃうということで、今回早速やっていきます。まあ、やり方は至って簡単ですよね。あのついてるもんを外して、全部バラして、入れ替える、ただそれだけです。ただ入れ替えるだけなんでね、どうってことないと、まあ思って初めはやってたんですよ。それがね、あの最終的にはね、あのとんでもないことになってたという。なんでね、まあとりあえず見ててください。まあフロントフォークの入れ替えだから、まあ正味1時間ぐらいの、まあ簡単な作業なんだろうなと思って始めたんですよ。で、あのネジ、まあボルトにしてもナットにしてもね、結構錆がひどかったりはしたんですけども、あの外れなかったりだとか、こうで特殊な工具を必要とするような作業は全くなかったんで、まあとりあえず順調に1台目は完了しました。で2台目で2台目の方もね、特に固着等もなくね、簡単に、解体することができました。でさあ組み立ててみようと思って、組み立ててて、とある異変に気づいたんですよね。あれ、これコラムの長さ違うぞということでね、あのフォークコラムなんですが、あのフロントフォークのこの、フレームに隠れてるこの棒の部分の長さが違うんですよね。で違ったんですよ。でその長さが違ったがゆえに、このスレッド、ネジ溝が切ってあるんですけども、そのネジ溝が足りなくて、要は自転車のカゴのこのステーがつけられない状態だったんですよね。まあ、とりあえず、まあ、2台とも動かせるような状態にして、まあ、1台はちょっと廃棄しちゃうんですが、こいつはなんとかしたいということで、考えました。まあ、こんな感じですね。もうネジ穴がもうここの部分でないんで、じゃあこれ下側切っちゃえということで、まあ、とりあえず早速また第2の解体をし始めます。自転車ってあのバイクとかと違って、あのネジが少ないんですよ。なのでね、あのバラし始めるとかなりいいスピードでバラせちゃうんですよね。気がつくともう綺麗さっぱりなくなってるというような状態ですね。かつ、まあ、バイクに限りなく近い、なんていうのかな、まあ、バイクと似たような部品を全部使ってるんで、結構工具共用できたり、共有できたりするんですよね。というわけで、まあ早速、まあ、とりあえずフレームをぶった切るんですが、その前にベアリングレース、カップが邪魔なんでね、これをカップを、引き抜いちゃって叩き落とすというか、まあ、専用のちょっと工具を使うんですが、これで引っ叩いてこの、ベアリングレースの方を外していきます。まあ、ベアリングレースというかこのカップですよね。このカップなんかもね、そんなにね圧着してるわけではないんで、本当に軽く引っ張った方、まあ、軽くですよ、まあ、私はまあそんなに力ないんで軽く引っ張ったくだけで、まあ、こんな感じでね浮いてくるんですよね。ちょっとカメラが遠いんで分かりづらいのかな。ちょっとカメラ寄せてみると、まあ、こんな感じで、まあ、1、2ミリ、今2、3ミリ浮いてるのかな、そんな感じで浮くんで、まあ、そんな感じでね、またポンポンポンと叩いていくとね、簡単にスポンと抜けちゃうんですよ。かなり長く、自転車使ってる時とか、あとは、中華の、なんぞかな、粗悪な部品を使った自転車に乗ってたりすると、ハンドルがこうカタンカタンってなんか引っかかったような感じでこの切れるようになる時がある場合もあるんだけど、そういう時ってだいたいこの、ベアリングレースか、クラウンレースが、なんぞかな、傷入ってたり変形してたりっていうのがあるんでね、ここ交換するとね、ほんとスムーズな動きになります。
で、まあ、今回はね別にここが悪かったわけじゃないんで、まあ、今回はねあの特にここは問題なかったんでまた元に戻します。で今回の問題点っていうのはフォークコラムのちょっとスレッドの短さというか、もともとついてたのがちょっと長すぎたというか、まあ、今回足りなかったんでもうフレームをぶった切っちゃうということでね今回はスタートしたんですが、もうバラしてるうちにね、あそういえばフロントフォークこれクリーム色だよなって、じゃあいっそのことなんか可愛らしい色を塗っちゃえばいいんじゃねみたいな、そんなことになってね結局ね全てのパーツ外す羽目になってます。もうねこうなってくるとねドラコヤジ自身がね横着者なのかめんどくさがり屋なのか、あのめんどくさいのが大好きなのかなんだかよくわからなくなってきますけどもね、まあとりあえず今全部バラし始めておりますね。そんなことしなくてもねフレームぶった切ってはいじゃあ入れて終わりってしちゃえばよかったんだけどもね、まあ今回は、まあ、そんな感じでね何の気が向いたのかねこうバラし始めてますんでね、まあそのまま思うようにやってみようかなと思っております。というわけで、まあ、全部が全部ね、まあ、バラすわけではなく、まあ、要所要所バラして、まあ、とりあえずやりやすいような体勢に。で、問題のこのフレームの部分のフォークコラムが収まる、なんていうのかな、ヘッドチューブのところって言った方がいいのかな。まあ、ママチャリのこのカゴの前の、あの鉄のフレームの部分ですね。これをねダイレクトに切ろうかと思ったんでねちょっとねビビっちゃって、まあ、とりあえず養生テープでまあ、真っ直ぐかなーっていうような感じでマークして、これに合わせてねあのフレームの方をぶった切っていきます。でこのフレームぶった切る時だけは結構多分気をつけた方が結構多分あの気をつけた方がいいと思います。あのまっすぐじゃないと多分ベアリング歪んで入っちゃうと多分ダメですねこれねきっと。だからまあそこだけ結構神経使って、神経あんま使ってねえけどな、やればねまあ失敗は、まあ失敗したとしてもねそもそも失敗しちゃったあの自転車なんでね、まあ失敗というかねあの事故しちゃった自転車なんでね、まあ元に戻りゃというか乗れるようになりゃラッキーかなっていうことでね、まあ今回やってますんでね、まあ、乗れるようになればいいなというのと、まあ、汚かったんでね、まあ、ついでにあの水洗いなんですが、食器用洗剤で洗っていきます。食器用洗剤って意外と万能なんですよ。意外と万能っていう言葉も変なんですがね、あの特にあの油汚れ結構強くて手の指とかに付着したこの油汚れ、あの機械油汚れなんかも結構きれいに落としてくれるんで重宝します。まあ、最も機械の油汚れっつったらマジックリンの方がはるかに強力で落ちるんですが、これいかんせんねちょっと肌にね良くないというか肌荒れの原因にというかあの皮膚へのダメージがね強烈なんですよね。本当にあんまりそれで洗いすぎるとね手がねヒリヒリしてくるみたいなっていうのがあるんでね、それからすると食器用洗剤っていうのは結構手の、なんていうのかな、皮膚の表面を保護する成分っていうのかな、そういうのが入ってるのか入ってないのか分かんないけど、まあ、とにかく手に優しいんですよね。なんでね、まあ、私はおすすめですという言ってる間に、なぜか洗浄が終わってしまった。まだねフレームとか汚ねんだけど、まあそれはいいや。で今やってるのはちょっとチェーン継ぎ目がなかったんですよね。チェーンって大体こうなんていうかな、このクリップみたいなので止めてる場合があるんですけども、こいつはあのどこもクリップで止まってなかったんで、もうチェーンカッターでちょっと半分かしめて後で押し込めるようにちょっとチェーン一箇所だけ外しておきました。そうだよな、チェーン外さなくちゃ汚くて洗えないもんな。それからやっぱりフレームをこう洗っていきます。まあ、洗い方は至って簡単、まあ、車用のでっかい洗車スポンジでね、さっきのシンクから水ちょこっといただいてバシャバシャかけて終わりですよ。であまりにもちょっと汚れがねひどいところはパーツクリーナーでねちょっと拭いてこすって落とすみたいな。でもねそんなにねきっちり汚れを取ったところでねそんな大層な作業をするわけじゃないんでね、まあほんとねとりあえず乗れないものを乗れるようにする、ただただそれだけなんでね。あとまあイメチェンですか。あとね、まあ、こんなことやったらどうなるのかなという好奇心ですよ。
ただただドラコヤジの好奇心のままに動いてるだけなんでね。というわけで、これリムバーって言って、あの塗装も落とせる、まあ、カーボン落としたり塗装落としたりそういったあのことができるスプレーなんですけどもね、ちょっとそれをぶっかけてシール剥がれるかなと思ってやっております。でこの成分が浸透するまで、まあ、5分前後ぐらい放置してそれで擦ってみるけども、やっぱりねシールはシール落としじゃない、シール剥がしじゃないと無理ですね、ステッカー剥がしじゃないと。というわけでじゃじゃーん、こんな色で塗ってみようかなということで、しかもねもうめんどくさいからね、ハケ塗りハケで塗っちゃおうということでね、ハケも買ってきました。これはね近くのホームセンターで、購入しました。でこの塗料なんですけどもね、これ Amazon でこちらですね、これがですね 500ml 入ってて1157円と、まあまあ お値段はお安く、でこれ室内室外両方とも、金属木部、まあその他いろいろ、まあ何でも塗れるっていう塗料なんですが、私の塗り方が悪いのか何なのか、これね1週間ぐらい乾いた後に雨が降ったんですよね。その時になんか水ぶくれになってね、ちょっと剥がれかけてたんですよね。剥がれかけるというかブツブツブツーちゃってなってたんですよね。ちょっとねその画像を撮れてなかったのが残念なんですが、まあその翌日晴れの日になって乾いてみるとそのブツブツが消えてるという謎の現象が起きたんで、これ大丈夫なのかなと、まあ、ちょっとね厚塗りしちゃったっていう部分もあるんですけども、まあちょっと完璧に乾いたらそういうのも収まってくるのかなとちょっと半分期待しつつね、今回はねちょっと、塗ってからそんな日が経ってないんでまあインプレッション的にはそんな感じです。まあいいのか悪いのかはちょっとわからないけどね。でもねあの塗りやすいですよね。あのムラになりづらいというか、ハケムラにほぼならないというか、ハケで塗る分にはあの都合のいいというか調子のいい塗料でした。あとね塗って乾いた時のこのマット感がいいんですよね。本当に、まあ、しっかりとしたマット感があって、まああのマットにするというか艶消しにするそういった塗料もあるんですけどもね、なかなかこの一缶でね全部こと足りてしまうっていうのはねかなり楽ちんです。なんでね、まあ、ちょっとね今のところ半分おすすめ、半分ちょっとハテナがついてるんですけどもね、まあ、そんな感じの塗料でしたよ。もう本当にどうしたらいいんだろうこれで、とりあえずこのフォークコラムにちょこっとあの試し塗りしたんですけどもね、これがまたなかなかね本当あの綺麗な、なんだっけこれビリヤードグリーンっていうそういった色みたいなんですけどもね、まあ、いい色でしたよ発色が。でこのなんていうのかな、あのこれクランク抜こうと思ったんですよ。抜こうと思って一応ロータープーラーで抜けちゃうんですねこれで、ロータープーラー持ってきたんだけど、もう抜くのめんどくさいやつんで、あのこの狭い部分これわざと1箇所マスキング貼ってるんだけど、この穴からここ の内側の部分塗っちゃおうということでね、ほんとねズボラを絵に描いたようなねズボラな塗り方なんですけどね、まあそんなカンナでも、カンナじゃない、そんなこんカンナじゃん、はい、そんなこんなで塗ってってます。もう塗る、とにかくひたすら塗る、でもやたら塗り続ける、で塗ってる間にね友達が来ちゃったりしてねくっちゃべってるって、まあ、その分はなかったね、とりあえずカットしました。その他もろもろこの日はねいろいろと盛りだくさんでしてね、まあ終わったのがねもう結構暗くなってからですよね。これほぼほぼね真っ暗だったんですけどね、このカメラ本当感度がいいんだよな、全然暗く見えない、十分暗いかなんですけどもね、それがようやっと本当に塗装が終わって、筆洗いをしてとりあえずもう片付けて帰ろうということで大変だった。本当ねこれ便利ですよ、ちょっとワイルドで贅沢に使えるどこでもミニシンクで合ってるっけ、自分で名前つけといて忘れちゃったけど、本当にね撤収設営がねめちゃくちゃ早いし楽ちん。それと合わせてねこれポータブル電源、これもねあの場所を選ばずというか、本当まあ音楽聴きながらやってるんでね、これスピーカーに給電したりだとか、録画してる機材に充電しながら録画したりだとか便利です。でね結局、まあ、塗り終わって乾かす間もううちのサブローさんの中に入れっぱなしですよ。
で一晩開けてね、まあ一応乾燥が冬は6時間ってなってて、まあ今は冬なんですけどもね、まあ朝までやれば乾くだろうということで、翌朝組み立てに入ります。そうそう、昨日切ったフレームなんですが、こんなもんですよね。5ミリから7ミリぐらいかな、そのぐらいの長さがね違うだけでこうも違うのかなって思いました。で、まあ切った部分、まあまっすぐだろうということで、もう一応確認もせずにこのレースを突っ込んでいっちゃいます。これ突っ込むのはね、これ自作の工具というか、これあの原付なんかのねステアリングレースなんかもこれで突っ込んじゃうんですよね。このまああのロングボルト、あの何ぞかな、ただのネジ山が切ってあるだけの鉄の棒にこのネジをこうはめてって、こう締め込むとこうスポンと入ってしまうという、なんとも本当に素晴らしい工具自分でただただネジとこのワッシャーとねナットのあの塊なんですけどもね、まあそれでねあの入っちゃいますんで、締め込むだけでね、あとはまあ本当にグリスアップしてベアリング入れてネジ締めて組み立てていくという、まあ簡単な、簡単ではないけど、まあそれなりに面倒くさい作業をこうやっていくのと、であのせっかくなんでね、ちょっと変速機のケーブルは私持ってなかったんですけども、ブレーキのケーブルリアだけ持ってたんで、リアなんかねこの、まあ、2000ミリかなんか2メートルぐらいの長いやつなんですけど、これぶった切っちゃえばいいんで、でまあワイヤーをぶった切って、あのブレーキだけは新品入れました。というわけで完成、じゃじゃーん、なんとも可愛らしいビリヤードグリーンな、マットな自転車が完成しました。さていかがだったでしょうか。まあね、とりあえず乗れるようにはなりました。まあちゃんとまっすぐも走ります。まあよかったよかった。今日はね、千葉の銚子に行ってきました。ここはね某有名なね、まあ、東映なんですけども、それのあのオープニングであの波がザッパーンってあるシーンが記憶にある方多いと思うんですけども、そこの撮影場所となったところなんですよね。これ犬吠埼灯台のすぐ右側、まあ、灯台を、まあ、灯台のもうすぐ真横ですね、右っていうか、うん、あの南側に位置するところですね。で帰りには思うまい店にも登場したね、山田くん、私はね大トロイクラ丼を頼みました、ゴージャスにも。で妻の方はね、まかない丼、これまかない丼も豪快でしたね。でその帰りには平塚製菓のファクトリーショップ、こちら香取工場の横に併設してある、ショップなんですけどね、チョコがめちゃくちゃ安かった。久々に仲間との再会できてね、楽しい週末でした。最後までご視聴ありがとうございました。ドラコヤジでした。